皆さん、こんにちは。私、熊本大学工学部機械数理工学科機械系の川原と言います。今から私の流体工学研究室で行っています研究の一部について紹介させていただきます。研究室名にあります流体っていう言葉ですが、これ流体とは、物質の状態には気体、液体、固体の3つがありますが、そのうちの気体と液体の総称を流体と言います。そして、流体という工学という言葉は、流体の流れに関する学問と、流体を取り扱う機械の技術的、工学的な知識体系を言います。この流体工学の分野には、混層類というものがあります。これは、物質の3層のうち2層以上が混在する流れで、一般的に自然界にも見られますし、それから工業上でもこのような流れが見られます。例えば、火力、原子力発電所のボイラー、空調冷凍装置、石油や石炭等のパイプライン輸送、核反応装置の様々な装置で見られる現象です。で、この混層類の研究ですが、これは人類が持続可能な発展をしていく上で、克服すべき課題の一つであります、環境エネルギー問題と密接に関係しています。例えば、環境の浄化、エネルギーの有効利用や安全性の問題と関係しています。そこで我々の研究室は、このような問題を解決すべく、これに示すような研究テーマを行っております。今日はですね、ここの中にあります、多流体混合器の開発。これはマイクロバブルやアミスト、エマルジョンを生成する装置なんですけど、その開発と様子に関する研究について紹介させてもらいます。このマイクロバブル、ミストっていうんですけど、これは何かっていうと、いわゆるマイクロバブルというのは泡のことです。それからミストっていうのは非常に細かい水滴、霧のようなものです。で、泡っていうのは、液中に気体が分散している。それからミストっていうのは気体中に液体が細かく分散していると。ですので、これは気体と液体が混ざった流れになりますので、先ほどの混層類でいうと、気液二層類の分野になります。で、このような気泡バブル、それからミストですね、はそのサイズがちっちゃくなると、特殊な特徴を持ってきます。例えば、マイクロバブルを例として取りますと、マイクロバブルというのは、その直径が数百マイクロメートル以下の気泡のことを言います。特徴にはいろいろあるんですが、一つは液体によく溶けるという特徴を持っています。この理由としましていくつかあるんですが、それをちょっと紹介します。で、大きな気泡と小さな気泡の液中での上昇速度を比較します。そうした場合、小さな気泡は大きな気泡に比べて非常にゆっくりと上がっていきます。ですので、液中での滞在時間が長いということは、気体が液に溶ける時間を稼ぐことができるというのが一つの理由です。それから、大きな気泡が一つあるときと、この大きな気体、気泡がですね、細かく、いっぱいあると。ただし、合計すると体積はこっちと同じというときに、この気体と液体が接触している表面積、単位体積の表面積、これを界面積と呼びますが、これが非常に大きくなります。そうしますと、この界面を通して気体は液の中に溶け込んできますから、その反応、表面積が増えるということで、この理由でまたそのよく気体がですね、液体に溶け込むと。それから、気体の気泡の中のですね、圧力がですね、上昇します。外側に比べて。で、これは、気泡にはですね、表面張力というのが働きまして、ちょっと切り口にありますように、単位長さたたりに、凝集力が働きます。そうすると、ラプラス圧力というのが圧力がありまして、これが気泡と中と外の圧力の差を示しているんですが、気泡の寸法がちっちゃくなりますと、この圧力差が大きくなると。すなわち中の圧力が高くなります。例えば、1000分の1ミリメーター、1マイクロメーターの気泡ですと、中の圧力は外の圧力よりも290キロパスカル高い。なので、1気圧が100キロパスカルなので、約大気圧の2.9倍の圧力になります。そこの圧力が高くなることによって、ヘンリーの法則に従って、液体の方にも溶け込むと。で、今からですね、
ここに、ここ記号なんですけど、その記号が液の中に溶け込む様子を示します。で、これが 0.5 ミリメーターの寸法なので、この記号のサイズがわかると思います。で、今からですね、赤枠で囲まれた記号を見てください。で、この記号をこう消え、画面上から消えていきます。それから今度この記号とこの記号を見てもらいますと、だん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 記号の寸法がちっちゃくいっています。で、あるところから急激にですね、急速にスーッとこう消えていって。ですので、これも、泡のサイズが小さくなりますと、中の圧力が高くなって、それによって気体の中に、よく溶け込むというような現象を見せます。そこで我々の研究室では、このマイクロバブル、あるいはミストをですね、なるべく低コストかつ低動力で製造できる装置の開発を行っています。我々はこれを多流体混合器と呼んでいます。そして例えば、太陽電池などの低電力電源で駆動可能な発生装置、システムの開発を行っています。この、ここに示している装置は、我々が使っています多流体混合器といいまして、マイクロバブルやミストを発生することができる装置です。で、これは我々の、で特許を取っているものであります。で、非常に簡単な構造でして、円筒パイプ内に、オリフィスっていうですね、5円玉とか50円玉みたいに真ん中こう、穴が開いた板がですね、入っています。で、左側からですね、この前高圧の水を送りますと、このオリフィスを通過するときにこう断面積が狭まっていますので、この速度が速くなります。そうすると、ここの、運動エネルギーが上がりまして、そのためにこの圧力のエネルギーが下がります。で、それを保つために、ここから気体をこう吸い込んでですね、ここ吸い込まれた気体はですね、ここの壁に細かく開いた穴から、この液中に流出して、この高速水準に栓段粉砕されて、マイクロバブルとなって、このような風にして出ていきます。で、この原理はですね、皆さんが物理で習ってますエネルギーの保存則を、これを流体に適用した、式、メルヌ式というんですけど、これからですね、導くことができます。今からお見せする動画はですね、水槽に溜めた水の中にマイクロバブルを発生する実験の様子を示します。で、ここに示しているのが、これはバスポンプで、例えば風呂の残り湯とかをですね、洗濯機に入れるための小型の水をですね、輸送する、機械になります。で、ここに発生器がついています。で、こちらからこのバスポンプで水をこれ送りますと、大気中から空気を吸い込んで、で、ここにですね、水槽中の液の水の中にですね、バブルを発生させます。で、今、ここからこう出ているんですけど、このように、このような簡単な装置でも、このようなちっちゃなですね、泡をですね、発生することができます。次に、ミストですね。同じ装置を使って細かい液滴を発生させる様子を示します。で、ここに発生器がついてるんですけど、今度は、高圧の気体を右から左にこう送ってやって、それで液を吸い込ませ水を吸い込ませて、この空間にですね、ミスト、細かい水滴を発生させます。今のミストが発生したんですけど、非常に細かいためにですね、ここ煙っていまして、非常に曇りになっている様子がわかると思います。で、我々は、これまでにですね、この混合、多流体混合器というのを使いまして、いろんな産業への応用を図ってきました。例えば、水質浄化、洗浄、ヘルスケア、それから養殖、水耕栽培とか、このような分野の産業へのですね、応用展開を図った研究を行ってきました。例えば、ここに示している写真は、豚舎での、ミストの発生の様子です。で、この細かい水滴をですね、発生させることによって、この水滴が、蒸発するときに前の熱を奪って蒸発しますので、この空間を冷やしてやると。また、この薬液、これの中に薬液を入れてやって噴霧することによって、豚が健康に、生育できるようにしてやってると。それから、こちらはビニールハウス内で
ミストを発生させて、心の中の気化冷却および回数を行ったりしました。また、フグの養殖にですね、フグは非常に運動が盛んなので、酸素を必要とします。そこで、マイクロバブルによって効率的に水に酸素を溶かしてやって、このフグのですね、育成の促進に使いました。またこちらはですね、二酸化炭素のマイクロバブルを発生させてやって、人体のですね、血流の促進を行いました。で左側が、マイクロバブルなしの場合、二酸化炭素のマイクロバブルなしの場合で、こちらがアリの場合を切ります。で、ここ、ちょっと緑くなってますけど、これは血流が促進して、表面温度が上がっているのを示しています。我々の発生装置は、比較的低動力で、動かすことができるので、その特性を生かして、これに示せますような太陽電池駆動マイクロバブル発生システムというものを考案しました。で、これはですね、海、湖とか、あるいは、海の上ですね、は電源が取りにくいので、そういう場合に、太陽電池パネルを水面に浮かべまして、これ電気を作って、その電気を使ってマイクロバブル発生装置を動かして、水中にですね、マイクロバブルを発生させるというシステムになっています。で、こちらの写真は、その、装置のですね、試作機になります。第一個試作になります。で、ここにですね、示し、これが1枚が45ワットの太陽電池パネルを4枚水の上に浮かべまして、合計出力ではいくと180ワットの太陽電池ですけど、これで発生させた電気をですね、バッテリーに貯めまして、このバッテリーの電気を使って、溜まった電気を使って、120ワットの水中ポンプを動かしてやって、マイクロバブルを発生させている様子になります。そして、このようなですね、このシステムを使いまして、ちょっと古い実験になるんですけど、共同研究先の企業と共同でですね、水俣湾で熊本オイスターという牡蠣のですね、養殖のシステムにこれを応用しました。それから、これも共同研究先とが行った研究なんですが、政府の ODA を使いまして、フィリピンでですね、ミルクフィッシュっていう魚のですね、養殖の事業に、この太陽電池パネルをですね、湖の上に浮かべたシステムでですね、養殖にこれを利用しました。次に、ミストの応用例について説明します。紹介します。で、これはですね、長さが15メートル、それから幅が7メートル、高さが約4メートルのビニールハウスを設置しまして、この中で、ミスト、先ほどのミストを発生させまして、この中の、ビニールハウスの中のですね、温度も下げてやろうという実験を行いました。この図は、その実験結果なんですが、横軸が時間で、縦軸が、こちらの軸が、中の温度を示してまして、こちらの軸が中の湿度を表しています。で、このまずちょっと緑の線を見てもらいますと、これは中の温度を示してまして、噴霧前は約50度あったんですが、これを噴霧することによりまして、だん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 温度が下がってきまして、この赤のですね、外気温にですね、近づくようになっています。で、これ青いのはですね、湿度です。で、噴霧しますと、中からですね、やっぱり、水が入ってきますので、湿度が上がってきますので、こう換気を繰り返しながらですね、この、中のですね、温度をですね、下げることができました。で、こちらの、この写真はですね、この同じビニールハウスの中でのなんですが、こちらが噴霧する前と、こちら噴霧した後の様子を示しています。このように、噴霧後はですね、非常に細かい水滴ができているので、向こうが見えないぐらいですね、霧がかかったようになっております。もう一つのミストに関する応用例について示します。これはミストによる肺炎吸着実験の様子を示しています。この実験ではですね、RPF というプラスチックと繊維などが混じった固形リサイクル燃料としました、ボイラーですね、そこで燃焼炉で発生しました、煙がですね、こう煙突からこう出てる、これが様子なんですけど、これがちょっと吸い汚れてると。
ということで、これを綺麗にする目的で、この沿道にですね、ミストを発生させて、ちょっとここに模式図を示してますけど、発生した、水滴なんですけど、これに肺炎のこうすすをこう吸着させて、煙をですね、浄化してやろうと。でこれでそうしますと、こちらミストが噴霧後なんですけど、排出されるですね、煙がですね、浄化されている様子がわかると思います。はい、最後に終わりですけど、繰り返しになりますけど、私の研究室ではですね、混層流に関わる研究を行っています。今日話を聞いてくれてですね、流体工学とは混層流に興味を持ってくれた皆さん、ぜひ、当研究室をですね、訪ねてきてください。今日は最後まで聞いてくれてありがとうございました。以上で私の研究の紹介を終わります。